はい、タイガーです。というわけで、本日無補正です。はい、で、こんな感じになっているということで、本日使っていくデッキこちらです。神殴りなんですけど、まあちょっとおかしいキャラがもう3体ぐらい入ってますね。空風にインスタル、ファネル。はい。で、コンセプトが守備的神タンということで、ミューズも抜いて、で、リンガとシェムキリも入れて、バーストバリア2枚からのファネル。はい。つまり何がしたいかというと、守って守ってエンデがドーンっていうことがしたいわけですよ。はい。で、これ試しにね、2、3回やってみたんですけど、思ったより強くて、これはちょっと紹介したいなということで、はい、これでまた3、4試合紹介していきたいと思います。ということでやっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目メールベですね。しっかりロックとマンドラに警戒したいけど、まあ、またマンドラは入ってないんで、今日のせい。しっかりロックに警戒しつついきたいですね。はい。で、これは、ピリカからいきますか。マックス出るんで。はい。で、ミューズ入ってないんで、フギムニを引きたい。本当に。まあ、ミューズ抜いて、イースタルを入れる意味があるかって言われると、まあ、ちょっと、微妙いんですけど、でも、たまにそういう人、見るじゃないですか。まあ、自分見るんですけど。まあ、なんで、結構ありなんじゃないかなと思ってます。はい。で、これちょっと厳しいな。一回こっち行っとくか。ここの位置はね、やっぱコンボバフのやつ置いとかないと、後でね、下当てられたりする進行あるんで、ここエクレル打っちゃうと弱いんで、クラリーチェから行きます。はい。火力的にはね、エクレル、あ、でもいいぐらいかな。なんですけど、ちょっとここは、はい。そういう感じで行きたいと思います。で、ちょっとまずいね、これ。これエクレル、どうしようかな。リンガット出すか。リンガットで回収できるんだったらリンガットでいいんだけど、マイティだったらいいんですけど、ちょっと様子見。いや、マイティじゃないと予想するわ。オッケーオッケー。それならナイスですわ。今のナイス判断ですね。うん、まあ結果論なんですけど、まあ読みが的中したということで、今のは褒めてやってください。はい。で、ペレッツ右上に S とか置かれたらだるかったんですけど、それはセーフですね。それなら全然良き。それなら良きです。はい。なるほど。これどうするか。ファービオの右上を置いちゃうと、コンボされて、一応詰めではするんか、そっから。いや、迷う、これ。こっちにしよう。いや、迷ったな、今。今、迷ったわ。エースやめてね。なるほど。まあ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 、そんぐらいだったら全然いいわ。こっからですから。まだ1エース引いてない。てか相手も、まあそうか、相手はメルベ出しただけか。なるほど。これはまあ右上 X かな。右上 X 来られて。むずいな。でもこれ相手2枚返ししたら結構まずいよな、そうよな。さあ、こっから、こっから冷たい。こっからバーストバリア2回で冷たい。バーストバリア2回来たらバカ強いぞ、これ。完璧。完璧。完璧。はい、じゃあまず1回目いきます。1回目のバーストバリア。さあ、ここからですよ、お相手さん。まあ、これが来た時点でフェイリノートも積んでるんじゃないかっていうのはね。まあ容易に想像がつくと思うんですけど、まあ震えてください。 OKOK で、それは相手次飛ばせないんで、でしかもこれエンディ形確定で出ますよと。さあ OKOKOK、 震えろ震えろお相手。さあ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 、やっちゃえんでよー、うや。で、まあ次飛ぶね、これ。で、飛ばされることはない。9999、これは相手
召喚することしかできないんで、サタンでも全然耐えますね。2、4、5。うん、さあどう来る。あ、6か。それちょっとまずいな。もしかしてこの後サタンで負けたりする。そんなに急がなくてもいいのに。ちょっと待って、これこの後サタンで負けたりする。うん、まあこっちからよな。そりゃ一枚返しの抑えるのが普通よな。2、4、6枚でしょ。これちょっとまずくない？これサタン、でもそうか、相手バフないんか。ちょっとこれは話変わってきたな。6枚でしょ。6枚ってマックス 18% 出るから4800出るんですよ。4800出されると俺の HP 2700しかないんで、いやギリ耐えるか。うーわ、あのそうか、これはバーストバリアあるから。これはエンデガで飛ばないよね。まだ飛ばないんで、まあ、これを回復バーストバリアでいいんじゃない。よし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 、8700まで HP 戻したぞ。8700は大丈夫でしょ。これさすがに8700は飛ばんぞ。さすがにこれ飛ばされたらもうな、言葉にならん。あ、興奮。これはね、このフェルノートのも帰りますし、オッケーオッケー。これ3400の 1.5 倍、3400の 1.5 倍で3400の、オッケー。これ1したりで飛ぶんで、まあ回復もしときましょう。よいしょ、オッケー、強い。対戦、あざした。さあ、うわ、シアンか、シアンか、ちょっときついな、それは。出がめちゃくちゃ捨てたい。出が捨てたいけど、出が捨てたら、出が捨てたらいねえんだよな、まともなやつ。出が捨てたらまともなやついねえんだよな。 X から行く。あの、そう、 X から行ったとって俺アタッカーおらんのやったら忘れとったわ。まあええ、まあええ、まあええ、まあええ。あ、相手も何それ、耐久する気満々みたいな。これ迷うな。デガか、さすがに。デガ捨てた場合のアタッカーがいないな。デガ立ちになるか。あ、デガでいいか。デガ立ちアタッカー1枚構築になるな。まあ、せめてブラダマンテぐらいか。ちょっと嫌な予感しかせんな。まあそれも含めてオセロニアということで。これシェムいきます。理想は次フギムニ、次フギムニが一番理想。理想は常に追求していきましょう。理想はね、やっぱね、高く避けられない戦いならばリンガットか。ここ2倍コンボ置いとくの強いけど、シールドをダブルで2ターン使うのはもったいないんだよな。まあええか、多分マイティなんでこのまま。違うんかーい、違うんかーい。あ、でも逆に考えたらイシタルが絶対に通る。うん、もうオセロニアじゃなくて、あ、これはもう釣られるね。しか仕方ない。あのね、麻雀をしすぎてなんかもう、あ、これは通るわとか、これは通るわって、麻雀のしすぎですわ本当に。やっぱね、自分の学校だけなのかわからないですけど、麻雀ってやっぱどこでも流行るもんなんですかね。自分の学校はすごい流行ってるんですけど、今どうなんですか他の学校は。いや、マジで
あれほどの神ゲーはないと思う、本当に。どうなんだろう、結構流行ってますからね、マジで。 OK、 いい回収。マジで流行ってるからな。さあ、リンガットのコンボが常に空いてます。楽しく戦えればいいけど。一回バーストバリア行っとくか。これから行くね。バーストバリアでリンガットの爪を許さない。リンガットの下に置かれるのが一番辛いんで、それはさせないようにしたい。うん、それだけはやめさせたくない。あれ、それそっちか。ちょっと、オッケー、回収した、回収したですよね。やっぱちょっと今ふと思ったんですよね、自分も。これ回収するくねって今ふと思ったんですよね。ただ弱い。ここ殴って、ここ殴っていいな。これ殴ったとって相手詰めれないんで、相手リンガットのとこ詰めちゃうと自分潜れるし、なんなら三枚返しできるから、相手エクレルに当てるぐらいしかないんじゃない？あ、なるほど、 X ね。それ召喚位置によってやばいぞ。それは絶妙にいい駒引いたな。もうロック出されたんで、シールド今だ、急いで。強い。これはシールドでいきます。これはシールドでいきまして、で、なるほど。ここにいちゃう。通常で殴りまして、 OK で回復。 OKOKOK、 これで医師たるか守護者のコンボ絶対残るんですよ。マジで切った。これまだ飛ばんよな、さすがに。これ3400になって4000ちょいぐらいになるから、絶対飛ばんな、絶対飛ばない。おぎょぎょぎょ、あるぞあるぞ、これこれあるぞ、これあるな、来たぞこれ。オッケーオッケー、それはとりあえずは耐えるんじゃない、とりあえずは耐える。あなたにも試練を与えましょう。あ、待って、とりあえず耐えるけど、それ60%返ってくるから。あ、待って、これ通常で飛ばしきればいいんか、こうでいいんか。よし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 、あぶねーあぶねー、よし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 、対戦あざした。さあ3試合目はマフェリ、ちょっとね試合時間が長くなってるんで3試合で終わりましょうか今日は。はい、ということで
3試合目バチコリ勝っていきたいと思います。はい、でしっかりエクレルから切れたのはめちゃくちゃでかくて、結局さっきの試合不気味に出せなかったけど勝ってたんで、そう考えるとまあまあやれるんじゃない。ブラタマンってすっごい出したい、すっごい出したいけど絶対出しちゃダメなのよ今。すっごい出したい、出すか。これは防げない。返しはな、それまさかの返し。いいな、それはそれで嫌なんやけど、それはそれで嫌なんだが、みんなの背中を押しちゃいます。うわ、みんなの背中押すな今。仕方ねえか。なるほど、フリーファーでよくね、またなんだったら。うん、まあ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 、人様のデッキに文句は言わない。はい、で角からか。楽しく戦えればいい。なるほど、これはフェルノートでいいんじゃない。フェルノート行きまして、発動しない、厳しい、発動しませんね、なかなか。コンボ封印。さあペレツられ、ペレツだったらこれ回収できるよ、ペレツだったら回収するよ。しゃあ、どんなもんじゃい、どんなもんじゃい、どんなもんじゃや、ほんまに。でこれは正直もうこっちでいい、うん、雷撃でいいと思う、これは。いや強えな、1800にいたの雷撃強えな、お前これでよくね、普通に。うん、うん、これでいいわ、これ。ちょっともうこれ強いぞ、マジでほんまに強い。ここでいいでしょ、これ。OK、OK。で、回収して、で、1800。いやー、おかしいぞ、これ。だって、ロック来ても、次相手飛ばせないんで、しかも守護者いるし。2段階ロックじゃないと。あ、なるほど。なるほど。エンデガたち、エンデガたち欲しい。エンデガか。エンデガ飛ぶなー、これ。そういえばエンデが飛ぶなぁ、これ。いや、強すぎるな、このデッキ。これほんまに強いわ。よし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 。対戦、あざした。はい、というわけで、見事3連勝ということで、これね、マジで、ネタデッキだと思われる方も、まあ、いるのは、まあ、もちろん承知なんですけど、マジで強いから、使ってみ？ほんまに。ほんまに使ってほしい、これ一回。クフリンゲットした方はマジで使ってほしい。シェムキリ、リンガット、コチコを忘れずに、イシュタルとフェルノとクフリンっていうバーストバリア2枚、そしてファヌエル今回全然出せれんかったけど、このファヌエルもね、マジで使ってみ、ほんまに。はい、ということで、この動画面白かった、参考になったって方はチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターもやってますので、ツイッターもぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。